ブレードアークス。セレクトユアキャライト。ショーメン。許されるものではない。本来は竜神の像を守護すべき者が己のために霊玉の封印を解いてしまうとは、もはや救いはない。パイロンよ、分かっているな。何時に命ず、一刻も早く七霊玉を取り戻し、罪人竜馬を捕らえよ。私が何とかするしかない。夢霊玉はより強いものを求める。ならばその先にきっとあんたは現れる。待ってなさいよ、必ず連れ戻してやるからね、竜が。よろしくお願いします。行くわよ、サルベ。合点でございまーすでーす。ラウンドワン、ファイト。ピリピリくる強敵ね。お主の力量測ってやろう。ラウンドワン、ファイト。セレクトユアキャラクター。ラウンド2、ファイト。フェンリル師範、どうしたんですか？
怖い顔をして。奴は闇の力の誘惑に負けてしまった。これ以上過ちを犯さぬよう、兄弟子として奴を殺さねばならん。そんな、いくら師範でも一方的すぎます。お前こそ龍河を捕らえなければならないんだ。無事連れ帰ったとして、七霊玉の封印を解いた罪、ただで済むとは思っていまい。それは議論をしたいわけではない。不服があるのなら、その拳で語ってみろ。その拳で語れ。はい。ラウンド1、ファイト。願います。一暴れするかの。ラウンド1、ファイト。サファイアをやろう。誰にも負けられねえんだ。やっと見つけた。バイ、俺の邪魔をしないでくれ。間違ったことしてる人を放っておけるわけないじゃない。おせっかいもいい加減にしろ。お前に俺は止められねえ。そういうセリフは一度でも勝ってから言うべきね。絶対に連れて帰ってやるわよ。この命にかけても。
かないのなら、分かってんだろうな。分かるわけないじゃない。バカじゃないの？ラウンド1、ファイト！死ねるよ！死ねるわよ！死ねるわよ！そんなもんか！
エラン。俺は知らないわよ。あんたの考えてることなんてわかんないわよ。ね、帰ろう。道場でいっぱいお説教してあげるからさ。本当に使えんやつだ。せっかく魔竜のコアを与えてもろくなデータが取れんとは。あんたはこの波動、霊玉の所有者。唯一の成果は霊玉の解放のみ。やれやれ、ここまでお膳立てしてやったというのに。ゴミ。あんたが龍河をそそのかしたのね。人聞きが悪い。私は求めるものを与えただけだ。霊玉の封印を解いたのは誰だ？私か？いや違う。掟を破り私欲に走ったのは誰だ？私か？いや違う。全てはそこのゴミ虫が勝手に招いた結果だ。くそ。そうね、確かに龍河は悪いことをした。間違ったことをした。それは謝れば済む問題でもない。ご理解いただけて何より。よくわかったわ。あなたってすごく頭のいい人なのね。そしてすっごく意地の悪い人。どっちみち勝たなきゃいけないけど、私生まれて初めてムカつくって理由で人を殴るわ。ならば談笑もここまでだ。霊玉を揃えて最後の仕上げといこう。覚悟しなさい。一晩中お説教コースよ。フィナーレと行こう。一晩中お説教コースよ。ラウンド1ファイト。分断する。死んでるわよ。もはよ虫けらが超タイムだ。てらい想定だ。もらったそばよ。もらった。そこよ。虫けらが止めろ。ありがとうございました。セレクトユアキャラクター。ラウンド2ファイト。そこよ。てらい。ここへ。驚け。こそばに。自由チェックメイト。ショータイムだ。これだ。てらい。やめたい。てらい。仕方あるまい。霊玉は諦めるとしよう。しかし残念だったな。その小僧はもはや手遅れだ。長くは持たんぞ。さらばだ。
その力を示せ。ラウンド1ファイト。そこ、走れ。そこよ。エルワイビャーテル。敵は天才。これ入れるわよ。甘い。走れ。甘い。走れ。入れるわよ。走れ。甘い。息止めろ。You win。ありがとうございました。Select your character。Round two。Fight。決して忘れません。探しに行くのだな。はい、私の信じる道を。霊玉を揃え昇竜寺に戻った私は、その功績を称えられ剣聖の称号をいただいた。どうやらフェンリル師範は霊玉を取り戻すのに加え、私の力量を見極めるよう老師から頼まれていたそうだ。嬉しい反面少し悔しくもある。言ってくれればよかったのに。いい天気だな。あんたもどっかで同じ空を見てるのかな、龍が。